もどうぞ。どうぞください。いよいよに迫ってまいりましたが、どうでしょう皆さん。いつも綺麗だなと見上げている夜景が消えるというのもなかなか圧巻だと思います。目の前の観覧車も消灯するわけですが、なかなかない光景ですよね。はい。1分前。あと1分です。ドキドキしているのは私だけでしょうか。小丹那くん、ドキドキしてますか？これだけたくさんの方に集まっていただいて、一緒にこのアースアワーを日本で迎えることができますことをとても光栄に思います。パンダくんが一緒にでは皆さん、今のこの照明をしっかり覚えておいてください。1分間もなくで消灯が始まります。30秒前はい、では30秒前となりました。皆さんも一緒にカウントダウンの準備をお願いいたします。残り10秒から一緒にカウントダウンしてまいりましょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。消灯が始まりました。あ、ちょっと今、早かったな。綺麗に消えてしまいましたね、観覧車。あれだけ高校と光っていた観覧車が今消灯されました。2015年日本の、アースアワーが始まりました。では被災地に向けて祈りを捧げましょう。皆さんよろしいでしょうか。では黙祷をお願いいたします。黙祷。安全上の問題から近隣施設の消灯時間を限られておりますが、日本のアースアワーは今から午後9時半まで続きます。身近なことと地球のこと、そのつながりを考え、世界の人々が同じ気持ちを抱いていることを思いながら過ごしていただけたら幸いです。皆様一人一人の願いや思いが被災地に届きますように、そしてその思いが行動となって私たちの地球環境を変えますように。それではこの後、簡単なフォトセッションと移らせていただきます。メディアの方や